T-80 はソビエト連邦で開発された主力戦車である。精鋭部隊を中心に配備された T-64 は機体に反して欠陥が多かったため、これを改良発展した戦車として T-80 が開発された。そのため、普及型戦車である T-72 とは別に開発された車両である。T-80 の開発は、 T-64-2 がスタービンエンジンを搭載した SKB-2 の開発から始まった。レニングラードのキーロフ工場で開発された SKB-2 は、回収を経て T-80 として量産され1976年にソビエト連邦軍に採用された。手法の 2A46M-1125mm 格好法は、 QM119M レフレックス M 対戦車ミサイルを発射可能で方針の上下の稼働範囲はマイナス4、プラス18度である。使用される砲弾はアップフスズ及び HE フラグである。カスタービーンエンジンは T-64 でも搭載が試みられていたが、計画は中止されており、T-80 に引き継がれたが、T-64 同様技術的に高度な戦車となっている。 T-80 の運用において、整備性や、稼働率、寿命、燃費などの点で問題が生じたため改良が重ねられ、T-80A を経て、実用的なガスタービンエンジンである、GTD-1250 を搭載した T-80U を開発している。T-80U は T-90 の上位車種として、ソ連時代末期に開発され、 その後独立したロシア連邦で開発が継続されている。しかし、ロシア連邦の経済及び政治的混乱の影響で、未だ全面的配備には至っていない。T-80U は、経済協力借款の召喚として、大韓民国に約30両、中華人民共和国には約50両が送られたほか、キプロスとアラブ首長国連邦にも輸出された。なお、 後継となるべきチョールヌイー・オリオール戦車も攻撃力、防御力を増した T-80U の発展型ではあるが、1999年に試作車が完成したものの、開発に当たっていた企業が倒産したため計画は、頓挫している。T-80 の改良は東ウクライナ・ハルキウの大々諸造記念、ハルキウ機械製造設計局でも行われた。ただし、 搭載する、鋳造砲塔など一部は、ロシアソビエト連邦内で製造されたものであった。ウクライナで開発された派生型は、ガスタービンエンジンの失敗に備える保険としての T-64 の 6TD 対抗ピストン型ディーゼルエンジン、搭載した。これは T-80 度と呼ばれており、燃費の良さから、崩壊直前のソ連の経済的苦境に対応する、形で、採用配備されている。 T-80 度では、コンタクト1などの爆発反応装甲が標準装備された。また、これらは1991年のソ連8月クーデターや、チェチェン紛争に姿を見せ、実戦を経験しており、輸出も行われている。T-80 度は、現在ウクライナ陸軍の主力戦車となっている。T-80 度は320両がパキスタンに輸出され、カシミール紛争で使用された。 これらのうち一部の車両は改良型の T-84 と同様の砲塔を搭載していたため一部資料では T-84 と紹介されることもある。ただし正式にはこれらはすべて T-80 度とされている。その他、式戦車の T-80 ドックも開発され、ウクライナなどで使用されている。現在ロシア陸軍やインド陸軍の主力戦車となっている。 T-90 は T-72 に T-80 の特徴を付与した混合発展型であると言える。T-80 の開発を行っていたウクライナでは、独立後も自国で運用する T-80 度の改良作業を続行した。その一過程として、前述の通りパキスタンへ輸出された車両の一部には、ウクライナ製の新しい溶接砲塔が採用された。 自国向けの新型戦車としては新しいエンジンや溶接砲塔を搭載し爆発反応装甲を施した T-84 が主力戦車として開発、配備された。これに加えて2001年からは T-80 度のさらなる改良型であるオプロートも部隊配備されている。また輸出型としてヤタハーンも開発されている。これは 納豆標準の 120mm 手法を搭載しており、トルコ、ギリシャ、マレーシアでのトライアルに参加している、SKB-2-2 レニングラートのキーロフ工場で開発された T-64 の発展型、T-80-80 開発名称219型と呼ばれた最初の量産型。 T-64-2100 馬力の GTED-1000 タービンエンジンを搭載した T-80A-80-219A 型ハルキウで T-80 度仕様に回収したものサンクトペテルブルクで展示される T-80BT-80B-80-219R 型 QKI-112 から1コブラ対戦車ミサイルを運用できた 走行も新しいセラミック走行となった T-80BK-80630 型 T-80B の式戦車型ナビゲーションシステムと無線装置を装備したサンクトペテルブルクで展示される T-80BVT-80BV-80219RV 型 T-80B の派生型で コンタクト1爆発反応装甲を装備した。サラトフで展示される T-80UT-80U-80 詳細は T-80U を参照 219AS 型 T-80U1985 年型 QM114 レフレークス対戦車ミサイルを運用でき、砲塔を刷新した。装甲は 新型のコンタクト後爆発反応走行となった。エンジンは1250馬力の GTD-1250 が搭載され、新しいナビゲーションシステムが搭載された。t 8 0 u 8 0 2 1 9 a s 型。T-80U の派生型で、下記完成装置が刷新された。T-80UK-80。 ロシア連邦で開発された T-80U の式戦車型、チャマイナス1から7種等ライチアクティブ防護システム、ティネマイナス4から3ナビンゲーションシステム、キロボルト無線装置など、新しいシステムを装備した T-80A-801999 年にロシア連邦で開発された T-80UK の輸出型、 チャマイナス1から7種都ーラーアクティブ防護システムが装備品から外されたロシア連邦の輸出向け戦車の主力商品となった T マイナス80ドベリオーザマイナス80税478バイト型相称のベリョーザはロシア語で白樺の意味ウクライナ語ではベレーザ白樺は女性の象徴でもある整備維持コストと調達コストの低減を図るユーザー向けのモデルで 元々はソ連向けに1985年に開発した T-8U の派生型で T-64 中戦車用の水平対抗型ディーゼルエンジン 6TD を搭載。ウクライナ独立後は同国の主力戦車となる一方、輸出も試みられ320両がパキスタンに輸出された。これらはウクライナ軍向けに製造された車両の新車転売、もしくは ウクライナ軍で運用されていた車両の中古転売であると考えられているが、装備する爆発反応装甲は従来のコンタクト1ではなく、一部は T-84 の砲塔を搭載したため、パキスタンに輸出された車両を T-84 とする資料もあるが、製造元の設計局ではパキスタンに輸出した車両を全て T-80 度としている。 t-80 ドック -80t-80 度80の式戦車型。t-80 ウム -1 バールス -80-1 ロシア連邦で開発された t-80U の発展型。アリーナアクティブ防護システムを装備する原型車両。オムスクでの兵器ショーでは常連だが、まだ販売には至っていない模様。愛称はロシア語で、雪氷のこと。 t-80 m -2 チョールヌイオリオール -80-2 詳細は、チョールヌイオリオールを参照ロシア連邦で開発された t-80 m の発展型、アリーナアクティブ防護システムを装備する。車体を延長して、天輪を片側7個に増加、自動装填装付筆ブローオフパネル付けの弾薬庫を持つ後部の大きな新型砲塔に 140mm 格好砲。 カクトゥス爆発反応走行と新型標準システムなどを搭載した多くの新装備を含む車両である。デモンストレーション時の試作車両では GTD-1250 がスタービンエンジンを搭載していた。2010年に主に予算上の問題で開発の中止が決定した T-80BVM2017 年にロシアで発表された。 T-80 シリーズの最新回収試作型、レリークトと思われる爆破反応装甲装備士、T-14 や T-90MS で導入された技術をキックバックさせている。寒冷地におけるガスタービンエンジンの速応性が再注目され、主に北極圏での運用を視野に入れているとされる。T-84-84 詳細は、 t-84 を参照ウクライナが開発した t-80 度の発展型。ブレム -80U-80t-80U の車体を流用して開発された装甲回収車。18トンクレーンと35トンウインチを搭載している。ブレム -84-84。84 84詳細は、ブレム -84 を参照ウクライナで開発された。 装甲回収車 T-84 の派生型とされているが、実質的には T-80 同から開発されている。2 s 1 9ムスター S29 詳細は、2 s 1 9ムスター S152mm 自走榴弾砲を参照ロシア連邦で開発された、自走榴弾砲 T-80 の装甲システムに T-72 の V-84。 A ディーゼルエンジンを組み合わせている。T-90-90 詳細は、T-90 を参照。T-72 の車体設計をもとに T-80 の技術を組み合わせた車両。地図上の青色のには T-80 を装備する。エヴァンゲリオン進撃場版、破格の派生型、T-80UN が登場。ナーブベタニアベースにて封印を解かれた第三の首都 迎撃する。独立戦車隊、プロローグ、タンクスのチェチェン紛争のシーンに爆発反応装甲を取り付けた車両が登場し、前後から RPG-7 の攻撃を受ける。オペレーションフラッシュポイント、コールドウォークライシス、ソ連軍陣営で使用可能な戦車として登場する。レジスタンス陣営でも露覚した車両を使用可能。エースコンバットのユークトバニア連邦共和国陸軍が使用。 外貨の合法やランドフォース日本を占拠したロシア軍の車両として登場。プレイヤーも購入して使用できる。大戦略シリーズ主にロシアもしくは R 国の装備として登場する。ミサイルも撃てる。マーセナリーズ中国人民解放軍が使用。ウォーシンダー、ソ連陸軍ツリーのランク6に T-80、80? B、ランク7に T-80U が登場する。 生徒日本民主主義人民共和国人民赤軍の主力戦車として T-80 をベースにレーザー即興システムの搭載や対戦車ミサイルの未装備などの改良を施した82式中戦車改め2型が登場。1、35スケー。ありがとうございます。